はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、空調服並びに空調婦人服の下に着るといいおすすめインナーご紹介です。どうですかこれ、ボタ服手袋のボディタフネス JW625 です、長袖。はい、いいどうですか、やっぱいいですか、着心地もいいですし、フィット感とかも、フィット感もちょうどいい、 L サイズで、うん、L でちょうど、締め付けも、締め付けもちょうどいいぐらいです、うん、涼しさは、涼しさ、あ、涼しいです、いい、風結構吹く、まあ、本当はね、あの汗かいて気化熱で涼しくなるんで、今ちょっとねそれなりに涼しい空間にいるのであんまり実感できないかもしれない、でもその中でも結構肌、これでも涼しいよね、涼しい、これもそうなんですけどね、でかなりおすすめですよ、値段もね結構安いんですよ。長袖が JW625 で、半袖が、JW624 で、ノースリーブが JW627 とですね、シリーズが、いろんなありますで、V ネックは622ですね、で同じ生地でいろんなタイプのインナーがありますので、非常にいいです。どうですか、やっぱ涼しいですか、涼しい、夏場着てみたいですか、着てみたいです、うん、で空調服に合うインナーは JW オラブ手袋のボディタフネスシリーズがですね、はいはい、まあ、NASA のね、アウトラストは結構、テレビで紹介されてブレイクしまして、あれは調和するんでね、これとにかく涼しいっていうことでいいと思います。素材も X クールっていうね、異形断面紙使ってますので、本物の空間速乾になってました。じゃあぜひともモタ服のボディタフネス JW622 とか625とかよろしくお願いします。今回ご紹介した商品は動画説明欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご購入できます。一度購入してお試しいただければと思います。